犬夜叉戦国おとぎ合戦。犬夜叉様に任せろってんで。俺は犬夜叉。50年前卑怯に封印されちまったが、ひょんなことから戦国時代に現れたカゴメによってその封印が解けちまった。しかもカゴメの体の中からは紫魂の玉が出てきやがった。俺はその紫魂の玉を使って完全な妖怪になるつもりだったんだ。様々な妖怪も妖力を高めようとその玉を狙いやがって、戦いの中砕け散ってしまった。それからは各地に散った紫魂のかけらを追ってカゴメとの旅が始まった。旅の途中、卑怯な手口でいろんな罠を仕掛けて紫魂のかけらを狙ういけすかねえ野郎奈落が現れた。けど俺たちにも七宝、弥勒、珊瑚とどんどんと仲間も増えた。俺はいつか必ず奈落を追い詰めて絶対倒してやる。俺たちの旅はこれからもまだまだ続くぜ。どうやら客人のようですな。お主が探しておるのはこいつかな。確かにこの邪剣、紫魂のかけらを持っておるぞ。だがこのかけらは殺生丸様にお渡しするためのもの。お主のようなやつに渡すわけにはいかん。欲しければ力ずくで奪ってみせよ。くっ、邪剣の分際で生意気で痛い目を見ないとわからねえらしいな。いざいざ始め。愚か者め、全然ダメじゃ。ま、もともとこのかけらは殺生丸様のもの、諦めるのじゃな。くそ、なんだかものすごく腹が立つぜ。
おい、しっぽ、お前何してんだ。ま、大方ろくでもねえことしてんじゃねえのか。なんじゃ、その言い草は。だいたい犬屋社のくせに生意気じゃぞ。ああ、しっぽてめえ、泣かされてえのか。くんだ、犬屋社など、オラが本気を出したらひとひねりじゃ。てめえ、俺に盾つくとはいい根性してるじゃねえか。覚悟はできてるんだろうな。毎回やられてばかりと思ったら大間違いじゃ。犬屋社、覚悟せい。相手してやるぜ。目に物見せてやる。いざいざ、一本目勝負。ひじっけっそこっけっそやっほっやっほっやっでやっ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 しゃ、犬夜叉。犬夜叉をからかうと面白いんじゃ。